超簡単かわいい服の塗り方。今回はこの季節にぴったりの透け感のある服の塗り方を紹介するね。ダウンロードできるテンプレートが概要欄にあるよ。画像をダウンロードして一緒に塗って可愛く仕上げよう。まずスケッチブックを開こう。下にあるプラスボタンを押してサイズを選ぶね。サイズは練習だから何でもいいよ。今回は1800-2400サイズで書いていくね。サイズを選んだら作成ボタンを押そう。次に上にある画像ボタンを押してダウンロードした画像を配置してね。画像を真ん中に配置して大きさを調整して完了ボタンを押してね。次に下にある白いレイヤーを押して青い枠が出ることを確認してね。色はこのレイヤーに塗っていくよ。これで準備完了。それじゃあ早速塗っていこう。まずは体の部分を塗っていくよ。ポップスの色は好きな色を選んでね。左のツールバーから技術的なペンを選択してね。線と線が区切れているところをつなげてあげよう。線をつなげたら次は上のツールバーからバケツのボタンを選択してね。その中にある水滴の形をしたボタンを押そう。すべてのレイヤーをサンプリングになったかな。水滴の下の紙が2枚になっていたら OK。 バケツのボタンが選択されているか確認してね。塗りたいところをポチッと押すと色が塗れるよ。次は袖の透けている部分を塗っていくよ。さっき選んだ色をひし形の上の方に引っ張っていってね。少し薄い色になったかな。色ができたらバケツで塗っていこう。次は肌色をのせてみよう。プラスボタンを押して新しいレイヤーを1枚足してね。白いレイヤーを一度押すと黒い四角が出てくるよ。その中のブレンドを押して重ね合わせを選択しよう。この重ね合わせは肌の色と服の色を重ねて表現できるレイヤーの効果があるよ。肌色は外の円でオレンジの部分を選択して中のひし形で微調整をするのがおすすめだよ。色が作れたら技術的なペンやバケツボタンを使って肌の部分を塗っていこう。ここまで来たら、あとは仕上げの作業をするよ。透けているところにレイヤーのスクリーン機能を使って明るさを足していこう。プラスボタンを押して新しいレイヤーを1枚出してね。白いレイヤーを長押しして一番上に持っていこう。白いレイヤーをもう一度押すと黒い四角が出てくるよ。その中のブレンドを押してスクリーンを選択しよう。次は光の色を選ぼう。今回は明るい黄色を使ってみるね。ペンはフローエアブラシがおすすめだよ。ペンのサイズは10にしてみたよ。まず透けている部分に明るさを足していこう。これでキラキラした光の透けている感じが出せるよ。最後にペンのサイズを大きくして外側を明るくするよ。こうするとより綺麗な雰囲気になるから好みの明るさにしてみてね。今回使った機能を使って全部塗るとこんな感じ。テンプレートを使っていろんな塗り方を試して楽しくお絵描きしてね。それじゃあまたねー。